どうもショータイムゴルフです今回はですね、兵庫県はゴールデンバレーゴルフクラブにやってきました。そして今回なんと泣く泣くね、関西のあのゴルフ YouTuber といったらこの人たちという方とコラボさせていただいております。コラボしてる方たちはこの方たちです。皆さんゴルピアの皆さんです。どうもショータイムゴルフです。どうもショータイムゴルフです。どうもショータイムゴルフです。それが採用されるか。いやありがとう、ショータイムなんかわざわざ来てくれて本当にありがとうございます。いやいやけど、こんな遠いね、ついでやけど、めちゃくちゃついでやけど、ついでじゃないっす。オープニング食ってますもんね、もうオープニングなのに。俺もご飯食べるついでやから。何がオープニングが、ゴルフ、あ、ゴルフが、ゴルフだったらマナーが悪いって言われる。あ、まだ名前言ってないですよ、まだ。あ、そうなの。名前言ってください。名前なんでしたっけ。カンです。デルキです。カツヤです。ふざけすぎ。でもヒロです。ゴルピアのヒロです。ユウです。そうです、はい、3人揃って、はい、ゴルピアです。前半はゴルピアさんの方で撮ってるので、ゴルピアさんの方で見てください。見てるかショータイム。いや見てるでしょ今。出てる。いるいる。出てるかショータイム。出てるでしょ。テルキじゃないですか。出てるかテルキ。あ、俺テルキか。ちょっと仕上げてきたんで、テルキの真似仕上げてきたんで、はい、だからどっかで見てたって。もしこれがテルキからクレーム来たら言ってください。はい。参加します。ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、ガチで勝負してる。あ、翔太君と、うん、あ、で今度のそのカン君がおるときにまた俺ら別で勝負できるみたいな感じですよ、うんうん、出始め。どうもショータイムゴルフです。お願いします。お願いします。え、マンゴめっちゃうまっ。フォロー吹かなかったよ。大丈夫。叩かれた、叩かれたでしょ。もう叩かれる前提でいかないと。いや、そうちゃん。え？そうちゃん後ろから。いいライン。でもしゃあないですよね、叩かれるのはね、炎上商法ですよね。そうっすね。太田君。ヒロさんお願いします。お願いします。あれ？ヒロさんじゃないかもしれんな。あれ？カン。もはやふざけ出した。こっちが。なんか見てるか。お、見てるか。真似してやったぞ。誰に？カン君。もういきなりふざけ出してますよ。お願いします。本気出してきた翔太が。皆さん想像の8倍ぐらい高い。8倍言い過ぎやろ。うん。俺。かっこいいもん、打った後メジャーリーガー。メジャーリーガー。カン君やっぱかっこいいっすね。見てるか、ホルモン店見てるか。これ誰ラフの。僕っす。知れてんの。いや、カン君飛ぶから。あ、そうか、うん、まあ、俺より飛んだ、あいつの方だよ。いや、今日アンダーパーで回ったらご褒美くれよ。誰に、翔太君に。いける、いける、いける。よっしゃ。ちょっと聞いとこ聞いとこ聞いとこ。僕らどっちか。アンダーパーで回ったらなんかご褒美もらって。何が欲しいですか。何が欲しいですか。お金。お金操作からもらってください。いや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 。日本一ぐらいかな、レートやったら2か。日本2番目の難しい。2、3番目。あの翔太君があのオークビレッジよりむずいって言ったから。へえ。災害で。めっちゃむずい。災害やで。これベストスコアいくつ今のところ。77。いや、そんなもんやな。本当に？本当本当。ほんまそんなもん。いや、まあまあそんなもんやろ。多分77開心よね。でしかも撮影もなくガチで回ってやろ。ガチで回って。まあまあないですよね。はい。ないです。そうそう。まあそんなもんよ。そんなもん。75とかやったらもうアンダーパー気分やろ。ほんまに。77だもんコースレート。77でパワープレーだ。目線は。本当にそうです。まあ刻んだ方がいいね。うん。適当に。OK。OK。おー、ナイス。ナイス。どうや？250。狙う？オッケー、ナイス。200ぐらい打ったんですよね。上げてるか、210
ぐらいで大丈夫。やばいっすか。Stay hold. Stay area. Stay area. Oh. ちょっと行っちゃいましたね。あー。Little bit running. ドローうめっすね。はい。よし。ギリギリ。145。はい。アゲンスト8番で。いい音した。うん。ちょっと右。ドローボール。ドロー。かかんない。頑張れ。おー。おー。マイグンネス。おーマイグンネス。123ヤード。見てるか。カツヤ。ピー。ピッチング。ピッチングで。でかい。フォロー吹いたね。フォロー吹いた。吹きましたね。翔太が落ちたらフォロー吹くんだよ。あ、俺も吹いちゃうんですね。吹くよ。あ、だいたいショータイムが吹くんだよ。ショータイム吹きますからね。アゲンストないですから。アゲンストなかったよ。魔術師だよ。これですか。それ。靴脱ぐ？靴脱がなくてもいいですよ。買いある？買う？はい、買います。めちゃくちゃやもん。買います言っても。こんなことある？誰か置いたんじゃん、ここ。こんな綺麗にディボットディボットの魔術師になるんじゃ。おぉ見てるか、カズヤ。ディポシーになるんじゃ。ディポシー90ヤード、52度90ヤード、52度ディポシー。これもうぶつけて終わりやうまい、さすが。あぁ、ブースが違う。俺がカメラ持つとアゲースト吹くんだよ。ブースが違うやっぱり。おお、かっこいい、かっこいい。やばい、 PJ トワースが見られへんやつやこれ。うわ、脱いでるやんもう結局。めっちゃ汚いよね。してた。めっちゃぬるぬるしてる。めっちゃ滑るわ。ワイルドやな。ショータイムゴルフ。こんなワイルドな、ショータイムゴルフって。うまい。ナイスアウト。ナイスアウト。狙わなかったの。狙えないです。そしたらタオルあります。ないですか。これどうやって寄せたらいいですかね。これはむずいんじゃない。でもあの傾斜にキャリーでロブ？ロブスピン。ロブスピンみたいな。これむずいっすね。どうやこれ。おお。さすが。メジドリ。メジドリです。さすが。あった。うまい。赤食いから打ったのそうちゃん。ゆうちゃんか。ゆうちゃん入りました。チップインだよ。ほんまに？今から打つんだよ。あこのアプローチの角度見とけよ。はい。こうやって打つんだアプローチってのは。1。抜けたと思うだろう。ちょっとほどいたっすね。ほどけたんだよ。でもあんだけ行くんだよゴールデンって。怖いゴルフ場だよ。これもう誰なんかわからんくなって。俺もわかんないんだよ。男前の優位で。出してきた。あれ？読んでんのかな、これ。何見てんだろう。あれ何見てんですか。何見てんですか。あれシャフトアップ。あ、絶対入らないんだから安心して。うまい。おお。そんなに曲がんないな。おお。そうさん、パーパット。ああ。オッケー。オッケー。笑ってるじゃん。全然曲がんね。オッケー。はい。ナイスポ。はい、サンキュー。どこ分かったでしょうか。スーパーパー。ナイス。ナイスパー。俺が味方してんだよ。
誰も。おっと、ヒロ君、ヒロ君やるんですよ。こんなことするんですよ。やばい、こっち向かないよ。横から撮ってるからね。ちゃんとやってください。やるジュニアの頃からやってたらできたんだけどな。もうちょっとうまくちゃんとうまくやってくださいよ。ジュニアの頃からゴルフしてねえから。もうそうなったらいよいよ角度によっても怪しいからね、全部が。ナイスー、よっしゃー、初パー。見てるか見てるか。そっち、これはダメだ、ダメだ、ダメだ。だってもう翔太くん、ちゃんと自分のカメラになったらダメなことはダメって言い出したから。確かに。これもうちょっと球上げたくないな。出ちゃうかもしれない。テルキ。テルキ。まだテルキ出せない。テルキ実践。これ勝つやん。どっか出さなあかんな、テルキ。めっちゃうまいっすね。これまずい、池入る。大丈夫っぽい。いやいや、あ、ダメっすか。池入ったの、左足使ったから。あ、やばいな、やばいな、あの当たりだす。今ヒールだぜ。オッケー。ちょっと低すぎる。高い。それも青空レストランやね。海痛いわ。あー、でもバンカーキャリーで越えた、はい、越えた、越えてた。そうそうそう。俺もズームしてね、ちゃんと。オッケー、手前10センチ、あかんだよ。ナイスフェード。はい、お、フェアウェイまでいった。ナイスフェード。ちょっとティー低くない？いや、低くあった。そう、いいね、翔太。飛びすぎなんじゃない？270。どう、翔太君の生ショットみたいな感想。いや、やっぱ音がいいね。音がいい、うん、やっぱゴルピアとは違う音する。多分その明快。何も答え出てないうちに言うやん。翔太君ミスターフルムシじゃん。俺に言ってんのかなって思っちゃうんですよ。まあまあ無視するからさ、さっきから結構答えるやで、ね、関西人ってメンタル弱いからさ。はい、はい、どうぞ。ちょっと悔しかったっすね。サンダータカトでした。どうですか、惜しかったですね。やっぱちょっと試合中にこうテイクバックの時にちょっとアウトに上がる癖が出ちゃったんですよね、インサイドじゃなくて。だから足使えてなかったと思います。卓球してるんです。獲得賞金は、今回の試合31位タイで7840です。竹内力です。なんかあったな、こんな。ありました、ありました。ちょっとあの難しいとこ掘り込んできすぎっすよ。そう。答えれるんだもん。いや、もうギリギリっすよ。もうそれ以上は見てないっす。俺、分かった。210。分かった。ここ大丈夫。そこ絶対大丈夫。何番ですか？ユーティリティで210。はい。届く。短く、今開くみたいな。ああ。そうっすね、うん、もっと短いよ、時間いっぱいになって。え、マジで？でもいいや、俺はほんまや。幅高いね。上げた、上げる必要あったっけ。ほら、届くの。ナイスやめ。厳しいね。昔上げて。オッケー、フォローお願いします。インテンショナルフォロー昔上げて。いや、翔太に必要ないでしょ、この距離。フライヤーしてる、ヒットしてる。これ多分ちょうどやわ。左キック。うまい。ショータイムゴルフです。おお。これよ。これ？これよ、ショータイムゴルフって言ったら。俺のは。おそうちゃんはただのおじさんタイプ。おじさんタイプ。一番緊張するやつよ、これ。あのライはいいっすね。ライはいいけど。ちょっと遠先上がるバンカーちょっと一番照れへん。まあ、ヒロさんならどうですか、余裕ですか。余裕余裕っすよね。余裕っす。140。8番でいきます。8番ビビってるでお決めでいきます。いや、もうピンの左はもうすぐ池なんで。いや、まあドローで。そうっすよね、まあ、ピンの左側に。オッケー。ショートサイドっていうのに乗せる。はい、この技術を見てほしい、全国ショータイムファンに。
おお、うめえ。どうやこれ。あかん。ステイタイト、ステイタイト、ステイタイト。なんなんステイタイト。お前くんね。ああ、どこ？右行ってた。完全にビビったんすね。突き切ってますね。いやいや、俺がビビったんじゃないんだよ。ボールがビビった。ボールがビビってるんだよ。ボールに聞いてくれよ。調子はいいですもんね。調子はめちゃくちゃいいよ。あとボールだけだよ、調子悪いの。どっかいいボールあったら俺に送ってくれよ、関東の人って感じ、カン君。でもカン君の場合はこれをガチで思ってんのよ。そうですね、本当に思ってますからね。カン君本気で思ってると思うよ。マジで、うん、本気ですよね。だからやっぱ上手いんやろうね。だから面白い。そうそう、だから上手いんだよ。面白いし、あのやっぱり自分しっかりしてるから、うん、俺が悪いんじゃねえんだよ、うん、ボールが悪いんだよ。まあ、ガチで思ってるのかな。じゃあレーダー、レーダー、レーダー。あれいりますかね。いやこの距離が意外にいるんよ。何ヤードとかじゃないですよこれ。これ35。何ヤード40。おう、球がどう飛ぶかよ。あとは球聞いてくれ。あったっすか。ナイス、怪しいっす。伊藤くんやったかな。伊藤くん。うまい、うまい。これそうちゃんいらんやろ。おお、ナイス。いらんでしょ。ナイス。測ってから多分入ってた。入ってないよ。あーあー、これこそあれちゃう、くわ入れ。カン君出るんちゃう。こっちね、こっちね。やっぱいらんしょ。うまっ。どうや、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。どうや、めちゃくちゃうまい。やばこれはうまい。やばい。もうハイタッチをしてくれ。あかん。めちゃくちゃうまいですよあれ。これむずいね。強いんじゃない。あれで強かったらもう超イージー。おお。お、来た来た、ショータイム。おー、オッケー。入る時の掛け声はショータイムっていうの。もしかして。そうなんですよ、ショータイム。そうなんですよ、知らないですか。そうなの、はい、入る際ったらショータイムって言うんですよ。マジで、うん、知らないですか。よかった、やっぱ言ってなかったっけ。うん、勉強しとこう、ちゃんとショータイム。いや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 。おー、おー。そうやったんや。勉強不足、すみません。頼むんすよ。頼むんすよ。肉食ってる場合じゃない。うわぁ、めっちゃ切れる。見て切れました。めっちゃ切れたね。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。めっちゃスリーパット。次のワールドカップも頑張りたいけど、もうめっちゃおじさん。めっちゃ体力ないね。トップさん。めっちゃ難しい。はい、でも若者たちめっちゃ頑張る。めっちゃ頑張って。はい。来たー、ショート。オッケーじゃないの。オッケー。オッケー。いや、打ちたそうやったから。ああ、カメへん、カメヒロさん。ああ、ありがとうございます。めちゃくちゃカメへん言うてますもんね。はい、カメへん。せやさかいな。テレビ買おうと思っていいですか。カメへん。今は何でもいけるんちゃう、ショート君。なんか聞いてみ、トラックマン買ってくれますか。浮かめへんか。リアルなやつさすがやな、伊勢屋さんがやな。うまいだろな。そこの肉屋うまかったもんな、あのホルモン店屋さかいな。そうやろ。白いのがな、うまいね、わしいとこは。誰かのサインが置いてたら気をする。ナイキやろ。ナイキや。ナイキや。誰かのナイキやね。ゴリピアのヒロです。ユウです。そうです、はい、3人揃って、はい、ゴリピアです。